デカめの服かぶってた。行動の高度がどのぐらいまで行ってんの。このシャツの丈がこのぐらいになっとるみたいな。前はその話いい系になる。どうも皆さんこんばんは。時刻は、午後9時を回りました。ここは、広島のですね、盛り場ど真ん中、中新地っていうところなんですけども、やげん堀ですね住所は。インターネットの生配信、生アットマーク広島アクティブリンク、なんと数えて、248回目ということです。毎月ね1回、毎週木曜日に、そこにいらっしゃる平田様がですね、いろんなところでやってるんですが、第2木曜第3木曜かここ広島、ライブカフェジャイブ、いつもあのライブとかあのライブハウスとかね、そんな感じで賑やかにやってるんですけども、今日は木曜日は静かに、今日は素晴らしいゲストも、いますので、ゆっくり、楽しんでください。今日はね、そうそう、もうワールドカップも佳境ですね、サッカー。まあちょっと僕はまあ野球の大好き人間なんですけども、まあ、サッカーも好きですけどね。今日は、広島カープが、我が広島カープが、台風の影響で甲子園球場で中止ということで、今日でもやった方が良かったんですね。今日はマエケンと相手のピッチャーの格を考えるとですね、まあそれにしてもまあいつもながら昨日もありましたが、我が広島カープのなかなか采配がね思うようにいかないことがあって、よくこの番組でもその特集でよくどうすればカープは強くなるかとかやったりして、まあいろんな意見が飛び交って辛辣な意見とかですね、辛辣な意見はいいんですよ。お客さんはお金を払って見に行くから、例えばコンサートでもひどいコンサートだったら当然あのもう人は行かなくなるし、いいですね。野球はその分負けても負けても見に行ってくれるから、ね、カープ女子とかっていう流行語も生まれたりして、普通はそういう年はね、前あの赤ヘル軍団とかそういう言葉があったりした年は大体ブームに乗って強くなるはずなんですが、そのブームを遮るくらいの賃貸杯とかですね、いろいろあってなかなか波に乗れません。ということで今日は野球のぼやきを中心にやるつもりはないんですが、雨で中止なので今日は怒りも何もなく穏やかにこの時間を過ごしております。じゃあ、早速ね、今日のゲスト、お呼びしましょう。清水トキ、もう何でも好きに喋ってください。何でも好きに、うん、もう自己紹介から全て、はい、はい、何遍かお邪魔してます、はい、生アットマーク広島アクティブリング、はい、何回目でしょう。たくさん呼んでいただいてありがとうございます、はい、広島で歌を、はい、主に広島なんですけどね、全国いろいろ走り回りながら歌を歌ってやってます。清水時子と、時と申します。逆かな、清水時子とって言ったら時子さんかと思っちゃいました。あ、なんかよく言われるんですよ、まあ、おばちゃんみたいな名前だね。その顔ね、時子とっていう言葉自体が似合わないね。あ、はい、まあいいですけどね、はい、清水ですって言ったら、あの最近こんなことがあって、うん、清水時さんのライブを見に来たんですけど、どなた様ですかねって僕にまっすぐ聞いてこられてまあ、要するに清水っていう名前が絶対に当てはまらないと思ったんでしょうね。そうだろうねはい、すみません、滑りましたね、はい、いやいやいや、じゃあ何時だったらいいんだろうね。多分こう皆さんね、ジェームス時とかそれは下の名前でしょう何でしょうね、トンプソンとかあんな横文字のなんかですか。シンプソンとかね、シンプソンとかオージェーシンプソンとかありますよね、うん、ごめんなさい、やばい名前ですけどねすみません、はい、ダメだ、好きに喋ってください。好きに、うん、はい、好きに喋っちゃっていいんですか。あ、もうもちろんもちろん、NG ワードなし、この番組は。そうなんですか。あ、ないです。いいですね、 NHK より天下国家を論じてもいいし OK、うん、だから野球のボロクソ言う場になるんですねそう、なんでもいいんです。いや、
そうですね、何を言わせていただこう、もう何を隠そう、実はね、今月末ジャイブでワンマンライブが決まっております。ありがとうございます。いやー、ほんとね、ここにもね、しっかり出していただいちゃってるんですけど、7月31日がっつり木曜日なんですけどね、いい名前なんですよね。あのやっぱり清水時って10が輝くだっけ。はい、だよね。ありがとうございます。そうそう、ちょっと、そう、ありがとうございます。しっかりジャイブさんの方でね、こんな豪華なポスター作っていただいちゃって、見えてますかね、ユーストリームのね、皆さんもね、ありがとうございます。ありがとうございます。7月31日ね、8時からよかったらワンマンライブ、ここで一人ぼっちじゃなくて、なんとなくこう昔からやってるバンドもいるの。そうなんですよ。これ昔からやってるバンド。これね、昔オメガっていうあの5人組でやってたんです。俺が見たバンドじゃないんでしょ。それです、それです。あのあれです、県北で、あれです。こう見えてね、田舎の出身ですよそうそう、そうなんですよそうそう、まさにあの大浅とかあの辺りでね、見たことある、ね、はい、鳴滝温泉ですか。鳴滝温泉主治肉弾大会みたいな、なんかやりましたね。まだ子供だったよねすいません、今もまだ子供を売ってるところあるんですけど。いやいや、そんなことは子供で通る話ではありませんはい、ありがとうございます、はい、これあの一回ね、ソロになってからまた去年の夏からちょっとこう同じメンバーでバックサポート入ってもらってやったりしてます。入ってもらってって何。あ、なんか履いてもらってって、なんか急に関西風が入りましたね。なんと説明しましょうね。松坂大輔みたいな顔してますけどねどれですか、うん、あ、これが、うん、ちょっと松坂大輔みたいな顔してますよね、右から、ね、それちょっと話題性で、うちのギターリストの大久保弁君です。あ、なるほどね。そう、実はね、これ2つ家族で出来上がってるんですよ。これはさ、こっちは誰、はいはい、あ、これはベーシストのジョー君です。ジョー君、はい。で、あの実はジョー君、まあギタリスト、ベーシスト、ドラマが兄弟で。え、ちょっと待ってギタリスト、ベーシスト、ドラマが兄弟。はい、まあ、顔がね、もう全然違うんですけど、全然違うじゃん。はい、これ見ていただかないとわからない話なんですけどね。これはな、これ彼だけなんかテルアビブの出身ぜひね、それを、うん、あの皆さんね、目で、あの確認された上、これ本当兄弟なの？ちょっとどれの？これが兄弟です。ちょっとまあ世の中いろんなことがあるからね。そういうことにしてみましょう。で、この二人は兄弟って言ったらまだわかるよ。はい、違うんです。違うの？このキーボードがね、兄なんですよ。誰の？僕の。おかしいんじゃないか。はい。そういう、いやいや、皆さん事情を言っても分かりにくいと思いますよ ね、 あの、また、僕はおかしいということはよく分かってもらえると思いますよ。しっかりおかしいのはどれかなと思ってね、ウォーリーを探せみたいな。すいません、ありがとうございます。そうそうそう、それだけに興味をね、持っていただけたら嬉しいなと思います。7月31日、うん、ぜひ。7月31日は何曜日でしょう。木曜日です。木曜日、はい、はい。じゃああと、なんだ、あと2週間後ってことだね。もうちょいですね。2週、いや3週後かですね。うん、ですね。はい、はい、はい、あ、いや行き詰まらないで喋っていいですよ、何でも。そうですね、うん、どっから喋るかってなりますけど。待て待て、やっぱちょっと先に曲をやった方が滑らかになる、ね、滑らかになりますか。あ、分かりました。じゃあ、あの清水東輝くんにですね、はい、オリジナル、じゃあオリジナルをですね、歌わせてください。はい、はい、じゃあ清水東輝くんにまずは名刺代わりのご挨拶代わり、曲を。え、立ってやんだね。はい、じゃあ私はその間ちょっと喉を潤しておきましょう。先ほどふるさとの話が出ました。北広島町で育ってます。今市内に出てきてるんですが、皆
皆さんにとってふるさとってどんなとこ？いろいろ思って旅をたくさんしました。インドという国に行ってみたり、日本という国、各県ヒッチハイクで回ろう。必ず各県で10枚オリジナル CD を売っては次の県へ渡って、変なテレビ企画のようなことをして、ある地方ではお兄ちゃん、そんなことしててもね、お兄ちゃんどこの兄ちゃんとも変わんないんだから、早くし音楽やめて仕事せ。清水が似合わない僕がそう言われました。他の地方では兄ちゃん頑張れよ、頑張れよ。広島から身を送ってくれるいろんな人からも熱いエールをいただいて、一回り二回り大きくなってこないと帰らせないよ、いろんな思い出をいただいてきました。そんな思い出全部詰めて次の曲ができました。歌うって言ってトークばっかりしましたけど、聞いてください。心がふるさと。
一言さびれた時計屋のじいちゃんの長話消えることのない数々の思い出たちの宿るこんなにこんなにお世話になっても返すこともできない優しさの炎をこの先他の誰かに灯していくことを忘れずにいたい心を My heart is my home 僕の心がふるさと清水時し塩沢時って知ってる？塩沢時ってごめんなさい知らない知らないです。エイジギャップですね。すごいおばさんがいるんだよ、はい、おばさんだ。やっぱりおばさんなんですね。塩沢時って女優だけどね。やっぱり時おばさんっているんですね。います。よく言われるんですよ。すごい頭をしてすごい、ね、すごい人。今度検索して、うん、塩沢時ね。塩沢時さん覚えてた。俺はもうすぐ忘れるけど昨日若さだったら覚えてるでしょ。ちょっとメモっといてあ、友人あ、まさかお姉さんだとか言わないでよ。あ、うん、あ後ろのですか。後ろのお姉さんですか、うん、どこのお姉さんですか。いやいやいや時のお姉さんだと。一番後ろにいらっしゃるお姉さんですか。お姉さんですか。やりにくいなお姉さんじゃないです。安心して君をからかえ続けないじゃないまあ安心して続くけどね、うん、もうはいお願いします。ほら例の大浅鳴滝温泉で初めて俺が見た時は、はい、あれいくつぐらいだったの。あれはですね15 15 15です。なんか小賢しいバンドやってたよね。なんかやってましたね、うん、バッキーさんと、うん、バッキーさんやってましたね。で主催はカッパって言うんだよ。あのこの間ここでお会いしましたよ。カッパさんね。カッパね、ええ、大浅のカッパ。今日はいらしてないですね。そうですね。来たら鬱陶しいからいない鬱陶しい。もう見とるでしょあの違う、ええ、カッパこの間ねフェイスブックでね、はい、あの大出血してね貧血起こして大変だったんだよ。あそうなんですか、うん、あれあれはフェイスブックで貧血起こすどういうことですか。いやいやいやフェイスブック上でそういう自分が投稿しててあトイレに行ってね、便器が真っ赤でこれはやばいと思って、それから十何回ずっと下痢してもう真っ赤で最後は貧血でトイレから立てなくなって這うようにしてみたいな。でこれは大腸がんかなんかかと思って勇気を振り絞って医者に行ったら、あなたは痔ですって言われたらしいです単純でしたね完全な痔ですって結構単純でしたねそれはお大事になさってくださいカッパさんね。いやいや、まあ、つまり別に同情しなくてもいいっていう話なんですよねキャラクター的にもね。キャラクター的にもね、うん、何でもガツガツいっちゃうやつですね。悪いやつですよ悪いやつなんやいいやつだけど悪いやつなんだね。今日結構ここにこういない人の話が多くなりそうな感じですね。いやいやそれはね君もお酒を飲むようになったでしょ。なりましたね。15から今いくつだよ。あのおかげさまで去年に20歳になったんですよ。成人なりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうなんです。もうここ猛攻飯取れたかごめんなさい。ついていけない。猛攻飯って知ってる。ごめんなさい。そういうところが外人なんだな。大事ですね。あ外人あ外人なんだ。猛攻飯っていうのはさ、はい、よくケツの青いガキがとかって言うけど
要するにこうアジア系のモンゴル系っていうかだけに多分あるんだろうけど、尻が青いこうあざみたいなのケツにある。わかりますわかります。わかる、はいはい、わかりますわかります。僕はないですなんてないかもわかんないな、ね、いやじっくり見たことないんで、ないの、まあ、もうないわじっくり、ちょっと誰かに見てもらえますかね、うん、今度ね。いやもうないと思うよ。ああ成人したからね、あったらまあびっくりですね、うん、それでねちょっと君に実験しよう。はい、ちょっとすいません。何でしょう。なんかすごい難しい。トキ君はさ、はい、ちょっとまあうちも俺も息子いるんだけど、はい、まあ、君に似たようなもんなんだけど、はい、お父さんとお母さんと何がどうなの。お父さんとお母さん、お母さんが、 お父さんがアメリカ人の、お母さんが日本人です。ああそれよかった。はい、なぜでしょう。いや俺のうちのバンドにお父さんじゃないお母さんが日本人で、うん、お父さんがセントバーナードみたいなのどこぞどこのハーフやもんねだから変なハーフっちゅうで、イギリス人。いやいや、アメリカです。アメリカ人。はい、アメリカです。国籍は、あ、国籍どっち。二重国籍か。国籍は、いや、日本しか持ってないです。日本しか持ってない。はい。で、一応日本の教育を受けてるよね。そうです。そう、一応、こう、マナーとして若干バイリンガル系ではあるの。そういうつもりでいます。今日もね、実はジャイブに、うん、あの英語圏の方が来てらっしゃって、さっきリハをしてた。あちらにね。そうなんですよ、リハーサルをしてたら、え、偶然友達じゃないの。いや、今日知り合った。もう3日間広島に旅来てて、で今日2日目らしいんですけど、でさっきリハーサルで生音楽聞こえてたから入りましたぐらい。すんごいいいノリで2人とも入ってきて。 Good music? Very good。 これさ、はい、結構なんか、ね、これは皆さん答えを言ってはいけません。じゃあトキ君に日本人度テストなんて読む。この一番最初が分かんないです。最初が分かんない。最初がこのなんかこれ達筆すぎて分かんないんだろうね。最初、そうなんですよ。最初っていうのは要するに、この皆さんから見て左側ですね。このしゃ、うん、分かんない。実はこれを書いた張本人、犯人がそこに、あ、ちょっと柄の悪そうな感じでそこに佇んでるんですけども。はじめまして。あ、それを前に来ていただいた方が。彼のデザインによる、あの達筆な字なんですよ。はい、ね、それは読めなかったら失礼な。これ読めないって言われてます。どうしましょういや、あ、もうね、なんとご説明させていただきましょうかね、あ、私日本語わかりませんって言う時、ノットペラペーラーって言っときましょうか。ノットペラペーラーで通していただきます。これはですね、彼が書いてくれたんですが、はいはい、最初の字は、はい、邪気の邪です。天の邪気の邪となると答えは出ましたか。はい、あ、出たか。ああ、そういうことか失礼いたしました。邪をいる、舞う、ぶ、邪いる、どんなもんだ。こちらの方がこの達筆を書として作ってくれました。それは来ていただいて一言とかいらないですか。いやいや、あの3万円払うからここに飾らせてくれって言うから飾らせたい恐れ多い。いやいや、何言ってんだろうねいやいや、っていうこうちょっとまあね、そういうちょっとね、時の話題でした。はい、時の話題ね。 時の話題。はい、ごめんなさい、なんか今日本当エンジンまだかかってませんね。でも結構いつもかかり出すあたりに終わりますよね。いや、エンジンはね、あのでもさっきのほら、あのギター漫談風なイントロは良かったよ。ありがとうございます。あれ新しく身につけた芸風だね、あれ。そうですね、全国暗記していくうちに。いやー、そうですね、ここではまだやったことなかったですね、うん、暗記スタイルでね。いつまで喋るんかなと思いましたねはい、書き込みなんて。はい、あれら、ありがとうございます。ずっとあなた横向いてなさい。あ、ずっと こっちですよこっちですか、うん、はい、
いやいや、女性がイケメンですねと。多分ね、上綱さんのことをおっしゃって。いや、私は元イケメンですから。いや、上綱さんの次にイケメンな、はい、いうことでいいですか。ありがとうございます。すいません、もう今日は滑りまくりの。ああ、もう滑ってなんでね。いや、でもさっき、聞いてたらね、はい、やっぱりその全国行脚っていうか、やっぱりここは真面目な話ね。音楽的な、ありがとうございます、はい、やっぱり声もタフになってるしね、ちょうどいい感じで伸びてると思いますよ。ありがとうございます、はい、ここはまあちょっと音楽プロデューサー的な真面目な話で、でやっぱり声ができてきたよね。そうですね、多分最初来た頃はまだ声変わり中でしたね。あ、声変わりっていうのがあるよね。ありますね。なんだっけ、メガエクかなんかの情けないコマーションでミゲール君だった。いや、また出てきましたね。一時かわいそうだったよね、あれ。あんなむごい CM もないだろう。ミゲル君かいね。ミゲル結構やっぱさすがにいいですね、この番組バンバン人を叩く感じの。叩きますよ、もうカープ特集とかやったら。いや、これは一応1時間番組なんですけど2時間に伸びましたからね。いや、そうお聞きしております。もう止まらなくなって、わしにも言わせ、わしにも言わせ。言いたいこと皆さんよく張ってるんですからね。いや、ほんとね。で、その時にそれは一昨年の話だったんですよ。はい、その時に最終的に分かった、来年の開幕戦はみんなでボイコットして見に行くのをやめようっよしって言ったら、俺はすぐ開幕戦見に行きました。そこはザ・広島人ですよ。その辺ですよ、まあ、言ってることと原稿不一致って言うんですよ。あ、そうそうそう。結局ね、見に行ってしまうっていう。それはまあやっぱり見に行きます、ね、でも日本代表のあれも一緒でしたよ、コロンビア戦も、うん、みんなね多分2戦目で、あ、もう日本はもうあだこうだ言うて、もう見に行かない見に行かないって、結局ね皆さんね早朝にねテレビつけてるんですよ。ああ、そういうことね。そうそう、奇跡が起こるかもしれないってどっかでも思ってるんですね。うん、うん、で、そうそう、俺の睡眠時間を返せとかみんな好きなこと言って、そうそう、最終的にはね、最終的にはね結局こうだみたいな、やっぱり自分が言った通りだったとか言うてからね、うん、あっち行ったりこっち行ったりですね。そうそうそう。今度さ、バンドでやるでしょ。はい、さっきのちょっとまた続き話が前後した文字こう、いい感じでこう、まあ、ギターも非常にカッティングもキレが良くなってね、ありがとうございます。いろいろいいとこだらけなんだけど、ありがとうございます。一つね、はい、まあ皆さんにはあんまり関係ないことなんだけど、これはまあちょっとこう内々の話を、内々の皆さんに公開討論会みたいなもん、はい、これね、うん、要するになんだかんだ言ってストリート系でやってるじゃん。そうですね。でしょ。これはねストリート系の人によくありがちなんだけど、はい、マイクとかない状態でやるでしょ、はい、で今もあったんだけど、このマイクっていうのはすごい指向性がこれくらいしかないわけよ、はい、でそれをストリート的な人ってのは、まあ、そこら辺でやってこうやってやったりするとさ、マイクを意識してない癖がつくと、あ、だから一人でこれくらいのスペースでやってたら、その例えば地声だけでも通るんだけど、そうですね、だから要するにあとバンドが入って音がでかくなったり、そうですね、するとそれをやっちゃうと歌詞が届かなくなっちゃう、どっかやっちゃいますね、うん、それは癖だから今のうちに使い分ければ一番いいんだけどね。よくバランスよく、これ見逃しにこんなことする人いる、あるでしょ、あ、いやいやいや、ああああって、こんなに私は声がよく通るんだってマイクは、ああ、はい、まあ某体の大きい女の人とかよくやったりしますよね。もうねこの辺にマイクついてますからね、なんかね。いやいや、でもね本物いるんだよ、例えば B.B. キングっていう、はい、ブルースのすごい、はい、まあ大御所のと50センチぐらい離れて歌うからね、俺の声こんなにいくんだ。でもそれはちゃんとマイクの道が分かってるわけ、はあ、声の道が、はい、自分の声の通り道が分かってるからそれでも入るんだけど、少なくともこうやったら絶対入る。ああ、そうですね。例えば今、あ、こんなんですよこのマイクは。
だからコンデンサーマイクって言ってレコーディングとか使うこういう、まあ、すごい感度のいい集音マイクなんで、うん、それだったら少々外そうがいいんですよ、うん、ですね。でこれはほらバンド用とかに開発されたから音がでかいからあんまり余計なものを拾わないように他は、ねうん、ポイントだけでできてるダイナミック、うんうん、はいはい、な感じでよろしいですかね、あのオペレーターの原田さん専門家的に言うと大取りますかね。で、あとね、ダメなのがよくほら、ビジュアル系のバンドとか嫌でしょダメですよね。まあ、ハウリングの元ですね。ハウリングの元だしね、まあ、まあ、ね、いや、そんなにあのボロいマイク使ってないしみたいな。そうそう、いや一番僕あの気になるのが、うん、未だに、いやどうなんですか、調子が出てきたねお前。いやいや、あのこれやる人も今やりたくないですけど、うん、ボンボン、うん、未だにこの間結構この人なんか東京行って帰ってきましたみたいな、まあ名前出しませんけど、お前ちょっと日本語変になってきてるあるよ、来てるあるよ直しましょう、広島弁にしましょう。どこの変な関西人なの。はい、すいません。いややっぱ日本全国あんの後遺症が出てるから、ね、いやそれすごい大きいです、うん、どこ回っても一番関西弁がすっごくこう、うん、ひっついて離れてくれないんです、ね、そんなことやってたらそのうちこの弾き語りが月亭課長みたいになってくるよ分からんだろうけど、ね、いやすいませんダメやすいません、うん、いや何が言いたかったかというと、はいはい、最近いやまあやっぱりねこうボンボンやる人がおってんですね原田さんね。これってどうなんですかね。ねえ、これ完璧 NG だっていうのをほんと細い頃からねこれ聞いてきたんですけど、うん、最近でも見かけてしまったっていう。こうやろう、ボンボンですよ。ボンボン、ボンボンですよ。このカリカリじゃないですか、うん、こう音響屋さんとか やるったら、うんうん、でボンボンやったら高校生ライブとかね、ボンボン、こうやろう、まあそこまでやってないですけど、うん、こうまあぐらいや、まあそのぐらいがいいんですかね。ギャグでこんなことやるやついますかねまあでも確かにプロでもこう、マイク回せとかあんなもあるんで、うん、あれ考えたら、まあ、パフォーマンスなのかなとも思いますけど、これが、うん、しまいましたね、うん、まあ NG ですよ、ね、NG ですよね。弁償さすよ俺が。それさせましょうかね、ちょっといやもうすいませんフォローできなかったですけど。いやいや、うん、弁償って言葉知っとるよね。わかりますわかります、うんうん、それまあ手話の5本ぐらいするんですかね。すいません、そんなに高くないよそんな、まあそうですか、うん、まあピンから切っちゃうんだけどね、うん、そうですね。これ手話の5本ですね。これなんか3本あるってことはあと誰か喋るんだよね。あ、そうか、宣伝隊が喋るんだよね。違う、宣伝隊も喋るし喋りたい方も、ああフリートークでわしに喋らせみたいな感じですか。ははじゃあそっちに行く前にもう、うん、もう一曲ちょっと奏でてもらおうか。はい、いいんですか。いいですよ。はい、ありがとうございます。じゃんじゃんバリバリ、すみません、清水時ここにあり、ダラダラと喋りましたけど、いやいやいや、じゃあもう一曲すみません歌わせてください。よし、やってください。いいですよね、ここにこう置いてるのはから純粋に氷の入ってない水ですよ。まだまだだな、それじゃあはいはい、よろしくね。はい、外も蒸し暑いですけど、中もちょっと暑苦しくしちゃおうかなと思いますけど、一緒に歌っていただけますか。こんな歌があります。僕は言ったまんまを繰り返していただいてます。こんな感じです。1 2
本番もよろしくお願いいたします。ロンリーハイウェイ。噂の街感想ぐらい回りたいけど寝床すら決まらないまま日が暮れてくとちょっと脇が遠くなるでしょう。人の優しさ求めてはスケッチブック持ち歩く言葉に心打たれたら人生の白紙にコピペして若しもう一つ差し入れの缶コーヒー頑張れとしぼんげふたしる I say no. Open for a grab and lay. Oh, put it best to that cash she's stolen. I say no. When the night is better for a. Oh, tell me that the love's shining. Oh, put it best to that cash she's stolen. ありがとうございます。残してゆく足跡の数ではここでねちょっと遊んでみようか。男性陣からいってみようと思います。男性陣繰り返してくださいね。いきますよ。ワン・ツー・ワン・ツー・スリー。オープン。オイオープン。オイオープン。オープン。力強くもう一発男性陣。ワン・ツー・スリー。今度は可愛らしく、可愛らしく女性陣いきますよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。おい、もう一回、もう一回、もう一回僕が抜かしてしまった。可愛らしく、あ、そうか、でも女性やから抜かしてよかったかもしれん。まあ、まあ、いきます。今日なんかね、エンジンかかんねえな。伝統的なコールアンドレスポンスでしたね。
今日はあちらの旅人は Where from? Australia Melbourne、oh. Melbourne Oh yeah Is this your first trip to Japan? Yes Tsuruba said we sang during the women's あの女性のところで歌ってしまったすいません、言ってるのは嬉しいですね嬉しいねいや歌いました、すいませんいや、なか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 いい外しも持ってるよねいやいい外しですよ、ね、今日外しっぱなしですねいやいいんですよやっぱりね、うん、何度来てもですよ、うん、何を隠そう、うん、やっぱり上綱さんの隣は緊張してますよそんなに意地が悪いかな、俺はそんなことはないねえ、ちょっとじゃあ、緩和球大ちょっとツッチーにうちのスタッフにね、はい、ちょっとここジャイブであるあのちょっとビッグショーとかのインフォメーションをもちろん清水時も含めるとは思いますけどねありがとうございますそうか清水時と塩沢時ってなイニシャルが今はもう一緒だなじゃあツッチーにお願いしますねちょっと逃げようか我々僕も逃げましょう僕は逃げて俺はいるからはい失礼いたしますはい、はい、お邪魔しますはいでは、次の生放送までのジャイブのさっき勉強したでしょこうしたんだけどねはい失礼しましたはい次回の生放送までのライブをいくつかご紹介させていただきますイエイイエイはいじゃあ、7月の20日日曜日からいきましょうはいちょっとその前にさ、はい、俺がフォローしましょう、はい、明日7月11日、7月11日金曜日ですね今日は木曜日だから明日金曜日、ここで、もうずっと3年やって今4年目に突入してる RCC のまあ、看板アナの横山裕二がやってる横山ナイトって東日本大震災のチャリティーライブを入場料2000取ってそれを全額やって今もう850万くらいにも達してるんですねその金額毎年だから約250万くらいずつあの現金でお届けしてるっていうイベントなんですけどもなんとここのうちのジャイブのスタッフが今オペレーターやってくれてる原田君含めこちらのこう見えてどう見えるか分かりませんが彼女はクラシックのフルート奏者でございましてそうなんです広島でいうところのベトを出てねはいベトって言っちゃいかんのよねいやベトでいいですいいんですよねはいベトですを出てその立派なフルート奏者でございますで、それとあとみんなそれぞれスタッフがあそこにいるあのちっちゃいクリちゃんっていうのも何を隠そう元祖ガールズバンド広島で生まれたガールズバンドの総帥名前がバンド名がブッダっていうんですからねブッダでもともとリードボーカルで今はベースも弾いて弾きながらバリバリやってるクリ、も、メンバーに入って、まあ、総勢約5名かなボーカルとか言って5、6人いえ、7人7人すいませんね把握してなくてこの間俺夜中に練習してるところで酔っ払っていじめに入りましたからねありがとうございましたいじめレクチャーっていうご教授いただき、とても締まりました、うん、まあでそれが明日実は横山ナイトでジャイブのバンド名前はついてないのジャイブスタッフバンドですジャイブスタッフバンドはい、そのまんまですプラスドラムをやってる原田君はもう一つ自分のバンドでまあ、これ可愛らしい名前なんですけど小鳩三匹っていうバンドやっててねこの2つが明日の目玉商品として登場しますんでね
明日も楽しいかも分かります。明日、午後7時から、やってます。大体金曜日の夜あるいは土曜日の夜、非常に賑やかな色物あり、横山雄二の素晴らしいトークありで、私もまあなんとなくコーナーを一つ持ってやりますので、ぜひ、フルートのツッチーでございます。よろしくお願いします。で話が前後しましたが、はい、よろしくお願いします。ザイブのライブを紹介させていただきます。7月の20日日曜日、緑川書房さんですね、ギターボーカルの弾き語りされますミドシーの一人様ソルト7番勝負ございます。会場が6時開演が6時半、前売り3000円でザイブでもチケット絶賛発売中でございます。すごい気になるでしょ、緑川書房ですよ。こちら前もあの少しソロアーティストなんですけどね、まあ、そういうやっぱり物語性ストーリー性を帯びた非常に、はい、まあ、異端のキャラクターですよね、はい、お話がたくさんあって本屋さんのようにということで書房さんです、うん、で結構あのイケメンでね、かっこいいですね。本当今なんか一瞬なんか 0. 数秒大丈夫ですか。イケメンです、はいはい、が7月の20日の日曜日です。よろしくお願いします。おい、それでその次いきます。その次の金曜日、7月の25日の金曜日、マコライブアットライブカフェジャイブがございます。こちらよければ上綱さんから、まあ私がプロデュースしてあの2005年だったか6年だったかの宮島のね、1200年祭っていうのがあの未遷の上の米花堂の消えずの日の1200年祭っていうのが、それのテーマソングを私が作曲してこのマコさんが歌って、CD 化されて、ダライラマさんの前でも披露したっていう、そういういわくつきの、マコライブがあります。はい、新しいアルバムを発売されたので新曲盛りだくさんですね。7月の25日、オープンは6時半スタートは7時、前売りは3500円、こちらもジャイブでチケット販売しておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、私はキーボードで参加、はい、させていただきますけどね、はい、はい、でその次の週の水曜日です。はい、7月30日の水曜日、大沢義之さんがいらっしゃいます。ほらほらほーって言うでしょ、このツッチなんか大沢義之って知らないって言うんですよ。ビッグですよ。前回いらした時に初めてねえ、ほら日清カップヌードルとかのもうすぐ雨のハイウェイ輝いた季節はって、そして僕は途方に暮れるっていう、まあ有名な曲があるんですよ。そして僕は途方に暮れる、そしてあなたは何も知らない。いや前回のライブでも勉強させていただきました。うん、すごいね、素晴らしい声してますね彼ね。で意外とそういうまあ J-POP の枠の中ではあるけども、彼の本質はもう完全にJB ですね、ジェームス・ブラウンみたいなもの、本格的あのソウルシンガーですね、あの根っこの部分は。はい、ここ来るんですか。そうですよ、大沢義之、はい、来るから今やってるんですよ。そうですよ、ぜひ。はあ、もう絶対行きます。面白いです。はい、よろしくお願いいたします。大沢義之、はい、知らないんですよね。いや前回聞かせていただいたんですよ。私も知ってる曲作曲されてました。よろしくお願いします。めちゃいいですよ。はい、7月30日、はい、あ、ごめんなさい、時間がですね、オープンが6時半スタートが7時半、でこちらも前売り4000円でジャイブでチケット販売しておりますのでよろしくお願いします。いやいい、はい、でその次の日はトキ君ですね、私からも紹介させていただきます。7月31日の木曜日、時間は7時半、スタートは8時、前売りは2000円で、こちらもジャイブでも販売しておりますし、トッキー君の方もチケットをお持ちしてますのでぜひご購入お願いします。で、クリさん、はい、クリクリクリ出ました。はい、私は8月1日、はい、しゃべりビラがないので本人が来ました。ジャイブさんで2回目のイベントをさせてもらいます。はい、岡山から、シャウエッセンっていうメタルバンド、広島のメタルバンドのモンキービジネスさん、ここのちょっと問題児のドドコとブッダの、
ユニットもあり、ちなつクレイジーちゃんも出てくれて、メタルと癒せない女子たちで、面白いまた夜になると思いますので、よかったらぜひ遊びに来てください。1500円です。安いです。すごいですよ、ガールズパンキッシュバンドですからね、ブッダ。まあ、本当に今こんな感じですけど、そのブッダのまたステージ衣装が素晴らしいんですよ。花嫁ですからね。まあ大体あれ定番クリ定番花嫁スタイルは、あ、それで思いっきりパンクですからね。じゃあ、そういった感じで、あとまだ抜けてないかな。あとね、私はいないんだけど、14日の日かな、日曜日に、ここでずっと僕とブルースのセッションをずっと2年くらい、この2年くらいずっとやってた、昨年、2年経つ森永誠司、2年前にね亡くなって、7月、命日なんですね、7月4日。あの周南に、周南って言ってもピンとこないですよ、あの徳山ですよ、要するにね。嫌いなんですよ僕、あの地名が変わるのって。大朝が北広島町って言ってもピンとこんわな。でもっといかんのがね、元郵便貯金ホール、何がアルソックからなってまた今変わったでしょ。で厚生年金今なんないんで全然わかりませんね。あの鬱陶しいですよね。まあいいんですけど、ちょっとぼやいてしまいましたけど、でその森永誠司ってその徳山でブギーハウスっていうライブハウスを経営してて、まあ、素晴らしいブルースマンでしたね。で彼に影響を受けてこの世界に入ったっていうのが例の山崎まさよしとかがそうなんですね。でまああそこでお世話になったミュージシャン随分いるんですが、でまあ彼は食道がんで、2年前に亡くなってですね、その亡くなる直前まで僕とここでセッションやったりしてたんで、でその命日の7月14日にブルースセッションをね、ここジャイブで、森永誠司の、まあ、追悼というかねやりますんで、何時だこれ、8時ですね、20時スタートって書いてありますが、これは要するにこれ自由参加です。この日はあのミュージックチャージも なくて、来たい人みんな来て一緒に酒飲んで森永誠司を忍んでここでブルースセッションやろうと、そういう、企てですね。まあ、あと変わったところではですね、12日、あのバグパイプって皆さんご存知ですか。スコットランドバグパイプとビー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 ってある、あのリバーダンスとかね、そういうアイリッシュ系の音楽には欠かせない、すごいでかい音出るんですよ、これここでデモンストレーションでやってもすごい、なかなか体験できない素晴らしい、でバグパイプのコンサートが、12日の、土曜日ですね、7時19時ですかやりますんで、それもまたあの興味ある人はぜひいらっしゃってください。これこんな喋ってるともうすぐ時間なくなるんですよね。はい、トキ君、ダイヤ。で今後のほらなんか豊富だ予定だ、こうしていく、車の免許を取ったのを見たけど、あ、見ていただきました。フェイスブックとやるでね、それ喋るの忘れたわってさっき思ってたんですよ。喋りなさい。いやいや、まあもう言っちゃったんですけど、昨日自動車免許をゲットしました。これ一番今盛り上がったと思うんですけど、どうですか。ダメだよ、ヒッチハイカーの風上にも、ね、風下にも、ね、ヒッチハイカーでしょ君は。ヒッチハイカーなんですね。まあヒッチハイカー乗せたいんでね、うん、今度ね、今度じゃあ自力で全国行脚する、また挨拶ツアーには車で行ったり、うん、実は明日から大阪も行くんで、うん、あもうなんか、ね、昨日そう車で行くの、明日はたまたまなんですけど、あの行く人がちょっと、もう友達がちょうど大阪行くからって言って、それに同行して結局ヒッチかいみたいな感じで、結局そう行くも何も車持ってる、車をね、免許をゲットする前にボロ車を買ったんですよ。これね、これももう一晩中喋れるぐらい話題がもう自分の中で秘めてるんですけど、短く言ってちょうだい、ね、こう1分ぐらいにまとめた、まあ30秒ぐらいにまとめたら、まあ、要するにヤフーオークションで5万円で落としたんですよ。で、ちゃんと走るんかそれ。でまず何がすごいかって言うたら、あ、まあ、K のミッション車なんですよ、ワゴン R なんですけどね、
何がすごいかって言ったら車検満タンですよ。で5万円ですよ。2年間でまだもう5万円かかるじゃないですか、車検だけでも。いや知らない、俺は免許持ってないから。あ、そうなんですか。あ、いやいやいや、またそれはそれは、いや、そうなんですか。俺はえ、車運転されないんですか。もうね、取り損ねちゃったね、その時代の中で。ああ、時代の中で。あと周りの人がなぜかお前は取らない方がいいよってなんかね、変な癖があってね、はい、例えばここにあるとこ、そこに物があるところ、平気でこれをこう、これ見えてなくてこれをやっちゃうようなタイプなん で、 ああ、であとアメリカに行ってほらよく銃の射撃とかの砂漠みたいなとこ行ってロスとかでやるでしょ、はい、うんうん、あの時も絶対人に向けちゃいけないよっていうのにこう構えてこう的を狙ってる時に誰かが喋ったらえみたいなおーみたいなちょっとそういうとこがあるんで、それはだから免許取らない方がいいよと言われて、ああ、それは意外ですね、うん、あ、まあ、まあ、君子危うきに近わらずって言うでしょ、ちょっと使い方が違うと思うかな、僕には難しかったです、すいません、うん、ああ、そうなんですね、いや逆にそっちが今ちょっと自分が、うん、ごめんね、盛り上がっ短く言ってって言って長くない、いやいや、もうそんな感じですよ、うん、もう要するにボロ車を買ったんですよ、うん、で、まあ持って帰ってきて、うん、そうなんですよ、もう昨日から乗り回して、マジ、そうなんですよ、そうそうそう、なんかクレームがついてる、クレームがついてる、そうそうそう、あ、一応ね、一応あちらにトキブース今日作ってます、トキブース、すいません、話題か変わってますけど、今日4月に出たばかりの、まあばかり言うても3ヶ月経ってますけど、12曲入りのアルバム持ってきてます。ちょっともう一曲やる、どう、いやいや、それはもう僕は神下さんの曲を聞いて締めちゃったら、もう2曲でいいの、いいです、いいです、そうですか、しっかり、ええ、じゃあ今日はあのトキ君また、はい、とにかく今月の末、はいはい、31日ね、はい、ここでワンマンライブということで、はい、ワンマンライブなのに一人じゃないという、そういうことですね、これ僕いつも突っ込んでましたからね、日本語の妙ですよね、そういうことですよ、一人じゃないんか、もうあそこのオーストラリアの人にねちゃんと通訳してあげてください、俺が喋ってるキミコちゃんねえ、ちょっと僕が向こうに回ってこうもうこっちにいない方がいいですかね、もういやいやそうなんで、じゃあ、 あのこれなんで、はい、もう時間が本当は来ちゃったんですね、ほぼ、はい、じゃあ、 あの今日は本当清水トキ君ありがとうございました、こちらこそすいません、こんな拙いトークで、うん、今日本当ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、 あのまあ一応私もこう進行上喋ったりふざけたりしておりますが、一応ミュージシャンであるということを毎度証明しなきゃいけないということなんで、またいつもこの曲を最後に、放送終了という形で撮らせていただきます、じゃあ、生アットマーク広島アクティブリング第248回、数えました、来月はまた第2なのでお盆なんですよ、お盆ですね、お盆は何日でしょうか、14だと思うという頼りのない、ごめんなさい、14だ、14、14日の木曜日、お盆でございます、無事広島台風もほぼ影響を受けることなく、今日は広島カープもなく平穏無事な一日を過ごせました、で素晴らしい、ゲスト清水トキありがとうございました、じゃあ、もう時間もあれなんで、最後に私一曲、演奏をして、それにて、248回、生アットマーク広島アクティブリングを終わらせていただきます、じゃあ、まあ、1曲っていうんで一応まあ私の代表曲なんですが、青い目のステラ1962年です、アメリカ人のおばさんの思い出を歌った曲です、
赤いキャンディ包んでくれたのは古いニュースペーパー、白いペンキ何度も塗り返す夏の風の中で、今頃国のテネシーあたり借り入れの喫茶と片言混じりでバルコニーから覗くあんたはブロンドさえも色あせていた、派手な化粧振りまく女心、自慢の胸のペンダント、俺の髪を撫で回しながら開けて見せた写真、もう一度船に乗る夢ばかり、風をひいた日に上事のように、好きなブルースかけてた夜は決まって夜明けにすすり泣いてた、After midnight 悲しみは永遠の眠りについたかい、
はい、どうもありがとうございました。生アットマーク広島アクティブリングバイブマーク。一つ忘れてました。今度7月20日もうじきですけど、広島のブルーライブっていう、海辺のライブハウスでですね、広島今の島の輪イベントっていうのがありまして、それでその一環のイベントとして、広島出身の島谷ひとみさんですかね、島谷ひとみ、多分あの呉あたりの温度町あたりの出身らしいんですが、彼女とですね、レイニウッドのコラボレーションライブっていうのを7月20日、ブルーライブで、実はもうこれソールドアウトになってるんですけども、立ち見であれば、入れるという条件付きなんですが、もしだったら、皆さん気になると思いますんで、立ち見でよかったらいらっしゃってください。どうもありがとうございました。感じやすいでした。